第76話、吸血鬼。ある秋の夜のことでした。私は友人たちと一緒に都会の喧騒から逃れるために山奥の古びたペンションに泊まりに行くことにしました。そのペンションは森の中にひっそりと佇んでおり、長い間使われていないような雰囲気が漂っていました。ペンションに到着したのはすっかり日が暮れてからでした。薄暗い森の中を車で進んでいくと、突然大きな建物が現れました。その建物はまるで古い洋館のようで、重厚な木の扉が迎えてくれました。私たちは少し不安を感じながらも中に入ることにしました。ペンションの中は古い家具や絵画が並び、どこか異様な雰囲気が漂っていました。友人の一人が、ここは昔貴族が住んでいたらしいよと言いました。その言葉に私たちは興味をそそられましたが、同時に薄気味悪さも感じました。その夜、私たちは談話室でワインを飲みながら談笑していました。外はすっかり暗くなり、窓の外には月明かりが差し込んでいました。その時、不意に友人の一人が、吸血鬼の話を聞いたことがあると話を切り出しました。私は興味津々に耳を傾けました。友人の話によれば、このペンションの近くには昔吸血鬼が住んでいたというのです。彼は夜になると森の中を徘徊し、旅人たちを襲ってはその血を吸っていたといいます。地元の人々は恐れてその場所に近づかなくなったそうです。その話を聞いているうちに、私はだんだんと不安になってきました。まるで誰かが見ているような気配を感じたのです。私は立ち上がり、部屋の中を見渡しましたが、誰もいませんでした。ただ古びた絵画の中の人物がこちらをじっと見つめているように感じました。夜も更け、私たちはそれぞれの部屋に戻ることにしました。私はベッドに横たわり、薄暗い部屋の中で天井を見上げていました。その時、窓の外から何かが動く音が聞こえました。私は恐る恐る窓に近づき、外を覗いてみました。そこには暗闇の中で何かが動いている影が見えました。それは人の形をしていましたが、異様に細長く不気味な雰囲気を漂わせていました。私は恐怖に震えながら窓を閉め、カーテンを引きました。心臓が激しく鼓動し、冷や汗が流れました。その夜、私はなかなか眠れずにいました。突然、部屋のドアがきしむ音がしました。私は布団の中で固まり、息を潜めました。ドアの隙間から冷たい風が吹き込んできました。次の瞬間、暗闇の中で何かが動く気配を感じました。それは影のような存在でした。私は目を凝らして見つめましたが、部屋の中には何も見えませんでした。ただ不気味な霊気が漂っているだけでした。私は恐怖に耐えきれず、友人の部屋に駆け込みました。友人たちも同じように不安を感じていたようで、皆が一緒に談話室に集まりました。私たちは一晩中明かりを消さずに過ごしました。朝が来るのを待ちながら、私たちは吸血鬼の話がただの噂であってほしいと願いました。翌朝、私たちは早々にペンションを後にしました。外に出ると太陽の光がまぶしく、私たちは安堵のため息をつきました。ペンションを後にする車の中で、友人たちは昨夜のことは忘れようと言いました。第77、阿弥陀くじ。私が高校生だった頃の話です。その日は文化祭の準備で、放課後も遅くまで学校に残っていました。夕暮れ時、私たちのクラスは出し物の最終確認をしていました。教室の黒板には大きな阿弥陀くじが描かれていました。これは来場者に楽しんでもらうための企画の一つでした。縦線が10本、横線が複雑に絡み合い、下には様々な景品の名前が書かれています。確認が終わり、みんなが帰り支度を始めたその時でした。突然、窓の外で雷が鳴り、まるで昼間のように教室が明るくなりました。それと同時に停電が起きたのです。真っ暗になった教室にみんなの驚きの声が響きました。
しばらくすると、目が慣れてきて、窓から差し込む薄暗い光で、かろうじて周りが見えるようになりました。その時、誰かが言いました。こんな時こそ、阿弥陀くじで運試しをしない?冗談のつもりだったのでしょう。でも、なぜかみんなが静かになり、その提案に興味を示し始めました。私たちは、懐中電灯の明かりを頼りに、黒板の前に集まりました。阿弥陀くじの下に書かれた景品の名前を、私たちの名前に書き換えます。そして、くじ引きのように、各自が上の線を選びました。順番に線をたどっていきます。複雑に絡み合う横線を通って、それぞれの運命が決まっていくのです。みんな、どこか緊張した面持ちで、自分の線を目で追っていきました。私の番になりました。選んだ線をたどっていくと、そこに書かれていたのは、死という文字でした。冗談のつもりで誰かが書いたのでしょう。でも、その瞬間、背筋に冷たいものが走りました。その時、再び雷が鳴り、一瞬教室が明るくなりました。そして、信じられない光景を目にしたのです。黒板に描かれた阿弥陀くじの線が、まるで生きているかのように動いていたのです。驚いて後ずさりしましたが、誰も何も言えません。ただ、恐怖に震えながら、動く線を見つめるだけでした。線は蛇のようにうねり、新たな道筋を作っていきます。そして、またしても雷が鳴り、一瞬の光の中で、線の動きが止まりました。恐る恐る、私たちは新しくできた線をたどっていきました。すると、驚いたことに、全員の名前が、生、という文字につながっていました。死、という文字は、黒板の隅に追いやられていたのです。その瞬間、電気が復旧し、教室に明かりが灯りました。みんな、信じられない表情で顔を見合わせます。今のは幻だったのか、それとも本当に起きたことなのか、誰もがそう思っていたはずです。しかし、黒板を見ると、確かに阿弥陀くじの線が変わっていました。私たちが描いたものとは明らかに違う、不規則な線が黒板一面に広がっています。そして、全員の名前が、生につながっているのです。その日以来、私たちは不思議な体験について誰にも話しませんでした。でも、時々思い出すのです。あの日、もし阿弥陀くじが動かなかったら、私の運命はどうなっていたのだろうかと。それから何年も経った今でも、阿弥陀くじを見るたびに、あの夜のことを思い出してしまいます。私たちの運命は、本当に自分で選べるものなのでしょうか。それとも、誰かに、何かに、決められているのでしょうか。第78話、魔女の呪い。それは私が大学生の時のことでした。夏休みに友人たちと一緒に、田舎の古びた村へ旅行に行くことになりました。その村には、魔女の呪い、にまつわる古い伝説がありましたが、私たちはそれを都市伝説の一つとして楽しむつもりでした。村に到着したのは夕方でした。山あいに位置するその村は、昔ながらの家々が並び、どこか時間が止まったような雰囲気を漂わせていました。私たちは村の唯一の宿に泊まることにし、荷物を置くと早速村を探検し始めました。村の人々はとても親切で、私たちにいろいろな話を聞かせてくれました。その中でも一番興味深かったのは、魔女の呪いに関するものでした。昔、この村には一人の魔女が住んでいたと言われています。彼女は村人たちから恐れられ、やがて村から追放されました。しかし、魔女は去り際に、村に不幸が訪れる、と呪いの言葉を残したというのです。その夜、私たちは宿で夕食をとりながら、昼間聞いた話について話し合いました。友人の一人が、せっかくだから、その魔女が住んでいたという森に行ってみよう、と提案しました。私は少し不安を感じましたが、皆の興味に押されて同意しました。翌日、私たちは村の外れにある森へ向かいました。森の入り口には、立ち入り禁止の看板が立てられていましたが、私たちはそれを無視して進みました。森の中はひんやりとしており、木々が高くそびえ、薄暗い光が差し込んでいました。鳥の声も虫の音も聞こえず、不気味な静寂が辺りを包んでいました。しばらく歩くと、古びた石の小屋が見えてきました。
おそらくこれが魔女の住んでいた場所だろうと思い、私たちは近づいてみました。小屋の周りには奇妙なシンボルが刻まれた石がいくつも置かれており、その光景は一層不気味さを増していました。小屋の中は暗く、埃とカビの匂いが漂っていました。床には古い書物や薬草の束が散乱しており、まるで誰かが急いで逃げ出したかのようでした。友人の一人が古い書物を手に取ってページをめくると、突然窓から冷たい風が吹き込みました。その瞬間、私たちは背筋に冷たいものを感じ、恐怖がじわじわと広がっていきました。その夜、宿に戻ってからも不安な気持ちは消えませんでした。何かが私たちを見ているような、そんな気配がずっと続いていました。寝ようとするたびに、不気味なささやき声や影が頭に浮かび、私は眠れぬ夜を過ごしました。次の日、村の古老に昨日の出来事を話すと、彼は真剣な表情で、森には二度と近づいてはいけない、と言いました。魔女の呪いは今もなお生き続けているのだ、と。私たちはその言葉に震えましたが、もう遅かったのです。その夜、私たちは再び森の中にいる夢を見ました。夢の中で、魔女の姿がぼんやりと浮かび上がり、私たちに向かって手を伸ばしてくるのです。目が覚めると、体中に冷や汗がびっしょりと滲んでいました。友人たちも同じ夢を見たといい、私たちは次第に追い詰められていきました。村を離れる日が近づくにつれ、私たちは不安と恐怖に包まれ続けました。最後の夜、私はついに意を決して森の中に戻ることにしました。呪いを解くために何かできることがあるかもしれないと考えたのです。再び森の中を進み、小屋にたどり着くと、今度は小屋の中に明かりが灯っていました。恐る恐る中に入ると、そこには古い鏡がありました。鏡の中には私たちの姿ではなく、魔女の姿が映っていました。彼女は悲しげな目で私たちを見つめ、何かを訴えかけているようでした。私はその瞬間、魔女が本当に何を望んでいたのか理解しました。彼女はただ孤独に苦しんでいたのです。私は静かに、ごめんなさい、とつぶやきました。すると、鏡の中の魔女は微笑み、そして消えていきました。その後、私たちは無事に村を離れました。呪いが解けたかどうかはわかりませんが、少なくとも私たちの心に残ったのは魔女の悲しみと孤独でした。あの森の中には今も彼女の魂が静かに眠っているのかもしれません。私たちはその後も魔女のことを忘れることはありませんでした。毎年あの村を訪れるたびに私たちは森の入り口に花を供えました。魔女の悲しみが少しでも和らぐようにと願いながら。第79話、夜の使者。仕事帰りにいつもの近道を通って家に向かっていました。日が沈んでから随分経っていましたが、蒸し暑さはまだ残っていて、汗が背中を流れるのを感じました。細い路地に入ると、街灯の明かりが途切れ、辺りは急に暗くなりました。月明かりだけが、かすかに道を照らしています。その時です。後ろから、かすかな足音が聞こえてきました。ゆっくりとした。でも確かな足音。振り返ってみましたが、誰もいません。気のせいだと思い、歩き続けました。でも、また聞こえてきます。今度はもう少し近くから、心臓の鼓動が速くなるのを感じました。もう一度振り返ると、路地の奥に人影が見えました。月明かりに照らされて、黒い影がゆらゆらと揺れています。それは人の形をしていましたが、どこか違和感がありました。頭が大きすぎるような、恐怖で体が震えましたが、なんとか足を動かして歩き続けました。家まであと少し、そう自分に聞かせながら、足を早めます。でも、後ろの気配は消えません。むしろ、どんどん近づいてくるようです。足音も大きくなってきました。思わず走り出しました。暗い路地を必死で駆け抜けます。息が上がり、心臓が飛び出しそうです。でも、後ろの気配は消えません。やっと家が見えてきた時、私は思わず振り返りました。そして、息が止まるほど驚きました。そこには、黒い影が立っていました。人の形をしていますが、頭が異様に大きい。そして、その大きな頭には、郵便配達員の帽子が乗っています。月明かりに照らされて、
その姿がはっきりと見えました。体は普通の人間のようですが、頭だけが巨大で不自然に揺れています。そしてその大きな頭の中から小さな声が聞こえてきました。特別配達です。その声を聞いた瞬間、私は我に返りました。全力で家に駆け込み、ドアを閉めました。心臓が口から飛び出しそうなほど激しく鼓動しています。しばらくして、恐る恐るドアを開けてみましたが、そこには誰もいませんでした。ただ、玄関先に一通の封筒が置かれていただけです。その封筒には、差出人の名前はありませんでした。ただ、夜の使者より、と書かれているだけでした。それから何年も経った今でも、夜遅く帰宅するときは、後ろを振り返ってしまいます。そして、どこかで郵便配達員の帽子を見かけると、思わず足早に立ち去ってしまうのです。あの夜、私が見たものは何だったのか。本当に、夜の使者、がいたのか。それとも、疲れた私の目の錯覚だったのか。真相はわかりません。ただ、あの日以来、夜遅くに届く郵便物を見るたびに、背筋が寒くなるのです。そして、夜の闇の中に、あの大きな頭を持つ影が潜んでいないかと、つい探してしまうのです。第80話、悪夢の中。私が大学の試験期間中に経験した奇妙な出来事です。連日の勉強に疲れ果てて、ついに迎えた試験前夜、私は早めにベッドに入りました。普段ならすぐに眠りにつくところですが、その夜はなかなか眠れず、時計の針が静かに進む音だけが部屋に響いていました。ようやく眠りに落ちた瞬間、私は奇妙な夢を見ました。最初は見知らぬ場所に立っている自分がいました。そこは暗く、ひんやりとした空気が漂う古びた館の中でした。廊下は無限に続くかのように長く、両側には大きな絵画がずらりと並んでいました。その絵画には見覚えのない人物や風景が描かれており、どれも不気味な表情を浮かべていました。夢の中で私は、まるで何かに引き寄せられるように廊下を歩き続けました。足音が響くたびに、まるで館全体がその音に反応しているかのように感じました。やがて、廊下の先に一つの扉が見えてきました。その扉は重厚な木で作られており、古びた金具がついていました。恐る恐る扉を開けると、中には広い部屋が広がっていました。部屋の中央には大きなベッドが置かれており、その上には一人の女性が横たわっていました。彼女の顔は蒼白で、目を閉じたまま静かに眠っているように見えました。しかし、何かが違うと直感的に感じました。近づいてみると、彼女の目が突然開き、まっすぐに私を見つめました。その目には深い闇が広がっており、私は一瞬で凍りつきました。その瞬間、私はベッドの上で目を覚ましました。心臓が激しく鼓動し、汗が滲んでいました。夢だとわかっていても、その恐怖は現実のもののように感じられました。しかし、再び眠りにつくと、同じ夢が繰り返されました。再び古びた館に立ち、長い廊下を歩き、あの不気味な部屋にたどり着くのです。何度も目が覚め、その度に夢が続いているようでした。翌朝、友人にその夢のことを話すと、それは悪夢に違いない、と言われました。しかし、私は何かが現実と夢の境界を超えているような気がしてなりませんでした。試験が終わると、私はその夢のことを忘れようとしましたが、毎晩同じ夢を見るたびに、その恐怖が再び蘇ってきました。数日後、私は再びあの悪夢の中にいました。しかし、今度は少し違っていました。廊下を歩いていると、背後から誰かが近づいてくる音が聞こえました。振り返ると、そこには黒い影が立っていました。その影は形を変えながら私に迫ってきました。私は恐怖に駆られ、廊下を全力で走り出しました。しかし、廊下は無限に続き、どこにも逃げ場がありませんでした。再びあの部屋にたどり着くと、今度は扉が閉まっていました。必死に扉をはたきましたが、開く気配はありません。背後の影がますます近づいてくるのを感じ、私は絶望的な気持ちになりました。その時、突然扉が開き、
私は部屋の中に飛び込みました。部屋の中では再びあの女性がベッドの上に横たわっていました。彼女の目が開き、今度は優しく微笑みました。彼女は手を差し出し、私はその手を取ると不思議な感覚が広がりました。次の瞬間、私は再びベッドの上で目を覚ましました。しかし今度は心が安らぎ、悪夢が消え去ったように感じました。それ以来、私はあの悪夢を見ることはありませんでした。しかし、あの女性の微笑みは今でも鮮明に思い出されます。彼女は一体誰だったのか、そしてなぜ私の夢に現れたのか。